ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から光り輝く高齢者になるための起爆剤情報を配信しているところで、ございます。今日は2024年、3月の13日水曜日です。今日もですね、サンサーシリーズをお送りしております。まずその第1弾は斉藤ひとりさんの読むだけで心が軽くなる幸せの言葉をお送りしております。お送りしたいと思います。今日はですね、もう第4章へ入っておりますが、ちょっと最初から振り返ってみますと、第1章があなたを幸せへ導く言葉というね、第2章は勇気と元気が湧いてくる言葉、第3章が仕事がうまくいきだす言葉、そして第4章が運勢がどんどん良くなる言葉であります。その第4章の中からお送りしたいと思います。今日はですね、あなたが笑顔でいると周りが楽しい気持ちになります。あなたが愛ある言葉を話すと周りが喜びます。でも一番楽しくなり喜ぶのはあなたです。情けは人のためにならず、で周りの人が楽しんだり喜んだりすることは回り回って必ず自分に返ってくるんです。周りの人たちに笑顔がなく愛ある言葉もないところで、自分だけで笑顔で愛ある言葉を話していると損した気分になるかもしれないけれど、絶対にそんなことはないよ。周りに笑顔も愛もある言葉もないんだとしたら、あなたは光り輝く太陽のような存在になります。闇を照らす希望の光になれるんですってね。ちょっと待ってくださいね、猫ちゃんが。はい、失礼しました。笑顔でいること、愛のある言葉を話すことはみんな自分のためというのがね、第一でありました。そして次へ行きたいと思います。思い方以外にも自分の波動を変える方法はあります。その一つが笑顔です。笑顔の波動は最強なんだよ。例えば笑顔は体にもいいんです。笑うと免疫力が上がるとか、血行が良くなるとか、記憶力が上がるとか、体にいい脳内ホルモンが分泌されるとか、さまざまな研究結果が報告されています。昔から笑う角には福来たるって言うしね。さらに笑顔の波動は相手にもいい影響を与えて伝染していくんです。自分のためにも周りのためにも笑顔でいようね。あ、いいですね。いつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対に起きないって。いい人は自分にありがとうを言える日というね。ありがとうって本当にいい言葉です。人に何かした時ありがとうって言ってももらったら心がふわっとして嬉しくなるよね。ありがとうって人に言うのも大事だし、言ってもらえるようにすることも大事だけど、自分にありがとうを言うことも忘れちゃダメよ。一日の終わりに自分にありがとうと一言言っただけで、今日もいい日だなって心から思えるから。それに合わせて今日も仕事を頑張った自分偉かったなとか、今日も家事をやった自分偉いねって自分のことを褒めてください。すると明日がもっといい日になりますよ。はあ、はあ、ありがとうは自分にも言うことが大切なんですね。ありがとうありがとうって人よく言うんですよね。ああ、そうですね。自分にも。はあ、はあ、いい人は自分にありがとうを言える日。ああ、今日はありがとう。ああ、自分にいいですね。そして今日は笑顔でいること、愛のある言葉を話すことはみんな自分のためにね。情けは人のためならずと。そして、そうですね、前回はですね、明るく明るく、今日も明るく、明日も明るくというんでしたけど、今日は笑顔、笑顔でいること、愛になる言葉を話すことはみんな自分のためというね。よし、いつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対に起きない。いい日には自分にありがとうを言える。ありがとう自分に。みやちゃん、ありがとう、ありがとう。いや、いいですね。今日も、斉藤ひとりさんに
いいことを教えていただきました。皆さんありがとうございました。ではグリーン。